こんにちは、春風ツアーです。今回は鹿児島空港からイエローナイフへのフライトスケジュールをご紹介いたします。出発時期は8月です。鹿児島空港を16時30分に出発いたしますと、イエローナイフへは同日の21時23分に到着いたします。直行便はございませんので、日本国内では羽田空港を経由いたします。羽田空港を出発後はカナダのバンクーバーに入ります。ここで航空機を乗り換えてエドモントンに向かいます。エドモントンでもう一度飛行機を乗り換えてイエローナイフに入ります。航空機のお時間というのは予告なく変更になる場合がございます。8月という時期は中旬から夏オーロラのシーズンが始まる非常に良い時期です。イエローナイフでの夏オーロラにつきましては、どのようなことでも私どもまでお気軽にお問い合わせください。今回は8月出発の鹿児島空港からイエローナイフへのフライトスケジュールをご紹介いたしました。ありがとうございました。